どうもこんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。今回はバルキリープロファイルにおいて、あまり多くの人に使われなかった有能な要素について紹介していくぜ。有能なのにもかかわらずあまり使われなかったなんてことがあるの？そもそもその有能さを知らないままクリアしてしまったとか、攻略上使わない選択をせざるを得なかったとか、その理由も様々なので、今回紹介するものをあまり使っていなかった人はぜひ一度使ってみてほしいものばかりだ。使わない選択をせざるを得ないとか一体どういう状況なんだろう。見ればきっと納得してくれるはずだ。そんなわけで早速スタートなんだぜ。まずは魔術師系のスキルであるスタンマジックだ。霊夢はこのスキルを使ったことがあるか？多分使ったことがない気がするなぁ。性能としては魔法に気絶効果を付与するというもので、使用上特にデメリットもないが使っていなかった理由は何かあるか？なんだろう？他にもっと優秀なスキルがあってそっちを優先して使ってたとか？だがご覧の通りサポートスキルの項目で魔術師に用意されている他のものは、以前の動画でも紹介したコンセントレーションなど使いたいと思うものではない。じゃあなんでなんだろう？自分でもわかんないなぁ。おそらくその答えはスタンマジックのスキル書を一つしか入手できないということからだろう。ああ、なるほど。確かにスキル書って複数手に入るものはその場ですぐに使っちゃうのが多いけど、配列変換で別のスキル書に変えられるのもあったりするから、一つしか手に入らないやつはすぐには使わないでとりあえず様子見てたわ。そんな貴重なアイテムを最後まで使えない霊夢のようなプレイヤーは、まさにスタンマジックを覚えるスキル書を最後まで使えなかったはずだぜ。絶対そういうプレイヤーは少なくなさそう。ファイナルファンタジーとかだったらラストダンジョンでエリクサーが大量に余ってたりな。あるある。それでそんな貴重なスキルだからやっぱり性能としては優秀なの？発動確率としてはスキルレベル ×2 なので最大 16% で敵を気絶させることができる。最大で 16% の確率で気絶効果付与って結構微妙じゃない？普通に魔法を打ってるだけだとその恩恵はあまり感じられないかもしれない。だが例えばアイシクルエッジのような複数回ヒットし、そして全体化できる魔法、こういったものと組み合わせると途端に超強力な性能となるんだ。なるほど、アイシクルエッジは元々の凍結効果もあるから、それとのダブルパンチでかなりの確率で敵の足止めをできそうね。そんなわけで実際はどんなものなのか実戦で試してみることにしよう。これは期待が高まるぞ。おお、いきなり2体を凍結と気絶にさせた。これは幸先がいいな。次は戦闘の1体が凍結になったわね。なかなかの確率だな。今度は戦闘のやつが気絶と凍結両方かかった。この後もしばらく試してみたが、敵が3体いれば誰かしらは気絶か凍結にできるような感じだったな。これは雑魚敵戦で開幕に打ったらだいぶ戦いが有利になりそう。ちなみに確率で言うと元々のアイシクルエッジの凍結効果として8分の1が3回、それとは別にスタンマジックの気絶効果として 16% が3回という感じだ。そりゃあ敵が複数いればピヨったり凍結しまくったりするわけだわ。続いては同じく魔術師関連、エレメントセクターやエーテルセクターなどの杖だ。これはどんな特徴の装備なんだっけ？これはどちらも比較的序盤から入手できる杖で、魔術師が大魔法を使えるようになる代わりに、高い確率で壊れてしまうというハイリスクハイリターンな武器だな。ああ、そうだそうだ。特にこのエレメントセクターなんて破壊確率が 50% もあるじゃない？さすがに2分の1で壊れるっていうのはあまりに確率が高すぎて、強いのはわかってるんだけどあんまり装備させることはなかったな。確かにこの破壊確率 50% は異常な高さで、通常であれば武器の破壊確率は 5% 前後に設定されていることが多い。そうよね、5% ですら毎回壊れないかビクビクするのに、50% はちょっとねー。だがその分ぶっ壊れとも言える性能を持っており、例えば最序盤の頃から手に入るエレメントセクターは攻撃力300で、同時期に使用することが多いルビーメイスの攻撃力120の倍以上もある。確かに攻撃力だけ見ればかなり優秀ね。そして少しチャプターが進み、例えばエレメントセクターよりも攻撃力が高いアクセプターロッドなんかを作れるようになると、今度はその4倍もの攻撃力があるエーテルセクターなんかが手に入ったりするんだ。確かにこの時点で攻撃力1600はとんでもないぶっ壊れ性能かもしれないけど、さっきから言ってるみたいに、結局すぐ武器が壊れちゃったら意味がないんじゃないの？その点を勘違いしている人がいるんだが、
物理系の武器は破壊確率が設定されている場合、通常攻撃や決め技に関わらず使っているだけで壊れてしまうんだが、魔術師の杖の場合は破壊確率が設定されていても、大魔法を使わない限りは絶対に壊れないようになっているんだ。そうだったの？じゃあ大魔法さえ使わなければさっきの1600の攻撃力で魔法打ち放題ってこと？そういうことになる。完全に勘違いしてた。比較的序盤で入手できるこれが1本あれば終盤までこれをしのぐ攻撃力の武器は現れないし、これを装備した上で先ほどのスタンマジックやアイシクルエッジと組み合わせれば、雑魚敵の一掃と足止めを同時に行うことができる。他にもダメージ倍率の高いポイズンブローなんかを使えば、とてつもないダメージを与えることなんかが可能なんだ。いつも序盤の魔術師は、コンボの起点としてバーンストームを打つだけの係だったけど、今度からは先入観にとらわれないでいろいろ試してみようっと。魔術師の運用は意外と奥が深いから楽しいと思うぜ。魔術師ついでに私からも一つ発表していい？もちろんいいぜ。しばらく前の動画で魔術師3人パーティーが強いのか検証した時に、メンタルリアクションが実は結構優秀だって感じたのよね。メンタルリアクションは HP を消費して魔術師のチャージターン数を減らすスキルだったな。そうそう、魔術師が一人のパーティーだったらみんな普通はウェイトリアクションを使ってたと思うのよ。ウェイトリアクションは魔術師のチャージターンが溜まっていて、魔法が打てない時でも代わりに使い魔が攻撃してくれるというスキルで、必中かつ防御不能という性能から、魔法の代わりにコンボの起点としておそらく多くの人が使っていただろうな。それでコンボを決めていってチャージターンを減らす支援石を出すのが定石じゃない？でも魔術師が複数人いるパーティーだとうまく支援石を出すこともできないし、攻撃するたびにチャージターンがすごく溜まっちゃうから、そういう場合だとウェイトリアクションよりもメンタルリアクションが便利だなって思ったのよね。確かに魔術師複数人というのは攻略としても全然ありのパーティーだし、そういった際にウェイトリアクションではなくメンタルリアクションを採用するというのは、かなり理にかなっている戦法かもしれないな。てなわけで多くの人に使われなかったけど私的におすすめだと思ったのが、魔術師複数人パーティーとメンタルリアクションの組み合わせね。これは私も参考にさせてもらおう。やったー。魔術師系の話が続いたのでこの辺りで物理系のキャラの話もしておこう。初期の頃の戦士系のキャラって具体的には誰がいたんだっけ？今回ピックアップしたのはベリナスとローファ。難易度設定にもよるんだが通常であればベリナスはチャプター1、ローファはチャプター2という最序盤で仲間になる物理系のキャラクターだ。ベリナスとローファかー。この二人は仲間になった直後はちょっと使ったりもするんだけど、結局毎回すぐに深海転送しちゃってたなー。そうなんだよな。この頃はまだ仲間の数も少なく深海転送するキャラの選択肢が非常に狭い。チャプター2までだと場合によっては魔術師はジェラードしかいないため、魔法系のキャラはおいそれと深海転送することはできない。そもそもフレイも魔術師じゃなくて戦士を送ってこいって言ってきてた気がするしね。しかしアユーゼは深海転送しようとしても拒否されましたと出てきてしまう。仮にも神様からの指示なのにそういうのって拒否できるものなんだ。周りが残業してる中で堂々と定時で帰るくらいメンタル強そうだよな。それで結局勇者適正値も高くて残業も引き受けてくれそうなベリナスやローファを送ることになるのよねー。だがこの二人を序盤でしか使わないのはあまりにもったいない。攻撃の性能を比較してみると例えばアユーゼの通常攻撃はダメージ倍率1の攻撃が全部で3ヒット、それに比べベリナスはダメージ倍率が1の攻撃が1ヒットに、倍率 0.5 の攻撃が4ヒット、ローファは倍率1の攻撃が全部で5ヒットという優秀な性能だ。二人ともアユーゼと同等かそれ以上の通常攻撃の性能を持ってるのか。そして決め技、アユーゼのファイナリティブラストはチャージターン数が6でダメージ倍率は合計で6、それに比べベリナスのボイドエクストリームはチャージターン数が3でダメージ倍率合計は 7.5、 ローファのジェットストリームはチャージターン数2でダメージ倍率はなんと約 8.8。これだけ見たらむしろアユーゼよりも全然この二人の方が強いじゃない？装備する武器にもよるが、ベリナスはアユーゼと似たような武器を装備できることが多いので、終始アユーゼと同等の活躍をすることができるし、ローファに関しては本編最強の槍であるダイナソアを入手してからは、最強クラスのキャラに化けると言っても過言ではないかもしれない。確かにダイナソアはとんでもない攻撃力だったから、これでファイナリティブラストよりもはるかに高いダメージ倍率の技を使ったら、とんでもないダメージになりそう？この二人を深海転送させないとなると、誰を深海転送させるかの選択が途端に難しくなってしまうだろうが、それでも一度は使ってみてもらいたいくらい活躍してくれるキャラなんだぜ。私も今度から使ってみる。
続いてはゲーム画面ではその真の性能がわからない有能装備だが、これは過去に紹介したものも多いのでさらーっと説明していくことにするぜ。ゲーム画面上でその性能がわからないんだったら使われないのも無理はないわね。まずはフレイ専用アクセサリーのブリーシンガル。説明文を見ると持ち主に災厄をもたらすという首飾りで、フレイはその負の力を転換して自らの力をさらに強めていると書いてあるが、それ以外はノーパラメーターとなってしまっており特に効果がわからない。武器とか防具だったらアイテムにカーソルを合わせるだけで、今の装備とのステータス変化が見れるからそれで強いか弱いかがわかるんだけど、これの場合アクセサリーだからそのステータス変化も見れないしね。だが装備するといつの間にか DEF という数値が100に上がっており、これは多くの物理攻撃を無効化してしまうほどの凄まじい性能だ。これは知らなきゃ装備しようと思わないなぁ。そして同じくゲーム画面内で性能の説明が全くない幸せのコイン。これだとパッと見何の意味もない装飾品だと思っちゃいそう。だがこれを装備すると経験値が 1.6 倍になる超優秀性能。これも攻略見なきゃわかんないよねー。そして一見使えなそうな防具の防王の仮面と手織りのバンダナ。防王の仮面は生属性が弱点になるっていうデメリットがあるし、手織りのバンダナは防御力が低すぎて装備しようとは思わないわよね。だが実はこれらの装備は隠しステータスである気絶防御値が、全装備の中でも1位と2位の性能を持っており、毎期チェックのような状態異常を自動で防いでくれる装備がないうちは、高い確率で気絶を防いでくれる超優秀な防具だったわけだな。これも本来の性能を知るまでは使ったことがなかったなぁ。そんなわけで今回は多くの人に使われなかった優秀な要素について見ていったが、このチャンネルでは今後もスーファミやプレステなど、様々な名作レトロゲームの解説ややり込みなんかをしていく予定だぜ。みんなが積極的に使ってたものはあったかな？それじゃあまた別の動画で会おうなんだぜ。またねー。